はペン入れ本番の前に私の作業環境の説明を少しさせていただきたいと思います。できるだけ同じ環境で書きたいなっていう方がいらっしゃると思いますので、ちょっと説明させてください。私の作業環境、画像があります。はい、こちら、はい、iMac ですね、使ってます。で、手前に液晶タブレットを置いて、原稿の作業はこの液晶タブレットの方でやってます。で、液晶タブレットちょっと紹介しますと、中国製のガオモン21インチですね。こちらはですね、お値段がまあお手頃で4万円ちょっとで買えたんですよね。日本で作られてる液タブで21インチまでいくと、多分今でも20万ぐらいするんじゃないかなと思いますので、まず液タブに挑戦したい、でもちょっと高いなっていう方は、ガオモンすごくいいと思います。使用感もいいですし、今のところ不満は一切ないです。書きやすいです。画面自体がすごくマットになっているので滑りもないし、すごくいいです。おすすめします。とはいえ4万円以上するものなので、やっぱり学生さんにはちょっとお高いですよね。という方はやっぱりいわゆるペンタブ、板タブ使われても全然問題ないと思います。私、液晶タブレットにしてから今年の2月なんですよね、液タブにしたの。まだ2月、それより前15年ぐらいはもうずっと板タブ使ってました。なので私が出してるコミックス全部ですね、全部板タブ使って書いてますので、板タブだとそんなにお値段高くない、7000円ぐらいから5000円もあるのかな、最近はそのくらいのものもあるので、全然それでも同じ条件で書けると思うので、ぜひ今から挑戦されたい方はそれくらいのお値段の板タブ使われてもいいと思います。はい、そしてペンですね。ペンはタイトルにアナログっぽく見せる方法なんつうでかいこと言うてますが、クリップスタジオのデフォルトのペンにリアル G ペンというのがあります。この G ペンがまあ素晴らしく優秀で、そもそもの G ペンの表現をすごく再現してくれるんですね。私はもうこれを使った瞬間に何も設定しなくてもいいじゃんって思いました。結構漫画家さんって細かい設定してるんでしょって思われる方いると思うんですけど、私何もしてないです、全く。そもそも面倒くさがりっていうのもありますし、リアル G ペンに対してもう不満がありませんし、そうですね、もう初期設定でやってる理由もまあ一応あるんですけど、アップデートした時に書き味が変わっちゃってたっていうことが昔はよくあったんですね。今はちょっとわからないんですけど、なので、まあ、自分のテクニックだけでいい線は引ける、どうにかすればなので頼るのは自分のテクニックのみっていうことにもう昔からしてるんですね。あんまり設定にこだわりすぎないというのは私の一つのアナログっぽく書くコツではないかなと思ってます。はい、そしてショートカットキーを設定してるんですね。さっき言ったペンの設定はいじらないんですけど、ショートカットキーはやっぱり設定しておいた方が頭で考えることをすぐ手に持ってこれるっていうのでストレスがないと思います。で、私の場合、私は左利きなので、テンキーに全部ショートカットキーを入れてるんですね。で、今時テンキー使ってる、ね、キーボードを持ってる人あんまりいないと思うので、そういう方はゲームコントローラーに割り当てるとかなんかいろいろあります。で、テンキーにですね、どういう割り当てをしてるのかというと、主に使ってるのが1、2、4、5、7、8、この辺です。で、何を入れてるのかというと、一番指が届きやすい7番にですね、先ほどのリアル G ペンを入れてます。で、リアル G ペン、こういう風にペン入れをしたとしますね。そしたら8番に消しゴムを入れてるので、何か間違えたなと思ったら8番で消せる。で、そして4番、5番、4番、これが一番触ってると思います。4番は回転ツールですね。で、5番、手のひらツール、動かせます、自由自在に動かせます。なのでさっきの合わせていくと7番で、はい、ペンをします。で、ちょっと書きやすい角度に、はい、回転させます。で、書きます。で、また回転させる。そして5番で、ちょっと上の方にまたちょっと持ってきやすい、書きやすい位置っていうのは自分でどうしてもあるので、こういう感じで持ってきてます。こう移動させて、回転させて、移動させて、
こういう感じで、ここがやっぱり一番使ってるところだと思います。でこれさえあれば、あのショートカットキーこれがあれば、ペンをはい書きました、でこっちではい消しゴムでこっち消します。いちいちこうこっち行ったりあっち行ったりしなくて済むので、その分ストレスが少ないはずです。はい、続きいきます。そして1番と2番何を入れてるのかと言いますと、ペンの太さです。2番を何回も押していけば太くなりますし、1番は細くなっていきます。とはいえあんまり太くしたり細くしたりっていうのを極端にしないので、Gペンの太さは基本的に私の場合は 0.6 から 0.8 ぐらいに収めてます。あとは筆圧で太くしたり細くしたりって自分で調節してます。はい、そして実はここも使ってます。ページアップページダウン、何に使ってるかと言いますと、アンドゥですね。戻ります。はい、進みます。これを使ってます。でホームエンド、こちらは、はい、拡大縮小、全体を見たいときにはやっぱ縮小させますし、ちょっと細かいとこ、目元とかちょっと細かいとこ書きたいなっていうときはこうやって拡大させて書きます。はい、だいたいこれだけショートカットキーがあればあんまりストレスなく、アナログの原稿、アナログじゃない、モノクロの原稿は書けるんじゃないかなと思います。369も入れてるんですけど、これはそんなに使わないです。9番は、水彩ツール入れてるので、あのカラー原稿の時ですね。あと、いろいろこうちょっとこういうちょっとテクニカル的なブラシ、こういうのも9番に入れてます。そのくらいあればだいたいスムーズに進むのではないかと思いますので、ショートカットキーの参考にされてください。はい、ここまで設定が終わったところで、いよいよペン入れに行きたいと思いますので、よかったらご覧ください。